早速最初のコーナーに行ってみましょう。最初のコーナーは新ストーリーイベント特集。はい、はい、ありがとうございます。このコーナーでは新たに開催予定の新ストーリーイベント情報を特集でお送りいたします。柿沼さん、お願いします。はい、今回もですねツイッターで予告動画はですね、はい、公開させていただいたんですけれども、今回のストーリーイベントを発表したいと思います。はい、はい、お二方もね見るのは初めてです。ドキドキ。そうです。はい、ドキドキしちゃう。ドキドキ。はい、それでは次回ストーリーイベントセラフ剣闘武術祭です。うん、はい、こちらのプロモーションムービーをどうぞ。剣士たちよ、覚悟はいいか。今ここに第5回セラフ剣闘武術祭の開催を宣言する。武術祭、はあ、この茶番劇は何なのだ。この武術祭では全てが備わった剣士、そう、最強剣士を決定する。さあお弟子さん、私の教えで最強であることを示すのです。なぜ流派の違う死を持つことに。あんなにも優しい剣術を振るうのに剣が嫌いなんですね。あなたが、夏目祈りが剣を振るう理由は何ですか。救うため、灯火、守る剣、皆それぞれ剣を振るう理由があり、私だけが何もない。怯えよ、我が足音、押して参る。一度はやってみたかっただろう。最強を名乗るためにセラフ使い同士でのバトルを。その一戦をもって最強を証明せよ。すごい。まさかのまさか。楽しみ。なんかすごい今までとはまた違ったね、ワクワクがありますよね。すごい。なんか剣士たちが集まって、そういった祭りを、はい、祭り武術祭を開催するんですね。そうなんです。かっこいい。ちょっとこれ楽しみです。じゃあめちゃ、はい、そうですね、詳細をじゃあ教えていただきましょうか。はい、では早速スライドお願いします。はい、こちらですね、来週11月30日の11時より、夏目祈りが活躍する新ストーリーイベントセラフ剣闘武術祭が開催となります。はい、こちらですね、プレイ条件はメインストーリー第2章クリアとなっております。またですね、今回イベントなんですけれども、固定のパーティーで遊んでいただくことになります。はい、ただですね、この固定パーティーはですね、レベルなども固定ですので、特に育成をする必要はなくて、そのままの固定パーティー楽しんでいただけますので、その辺はご安心くださいというところですけど。なるほど、ね、はい、なるほど。はい、これですね。いやいいですね。はい、なんかすごくいいす、ね、対人してるような新たな構図みたいな、ね、ありましたしね、最後の方に。そうなんですよ、いいところに目が行きましたね、というところで、ちょっと続けちゃうんですけども、お願いします。次のスライドお願いします。今回のイベントボス、イベントボスみたいな、はい、なんだか見たことのあるような、ないような、まあ、キャンサーでないことは確かですよ ね人の形してますからね。これでキャンサーだったらだいぶ私の中でものキャンサー感のこうあれがね、そうですね、今までやってきたことは何だったか、カルチャーショックというか、はい、考え直さなければなりませんけれども、じゃあ、はい、人っぽい感じ。こちらですね、第13回スコアタックが開催されますと。こちら、開催期間は同じく11月30日の11時からと、わー、ワクワクしますね。はい、ぜひ皆さん楽しんでください。楽しんでください、はい、またですね、はい、今回のイベント交換所に登場するキャラクターはこちらです。スライドお願いします。あらー、はい、かわいい。いや、もう皆さんも可愛すぎてちょっと声が漏れてましたね。ざわっとなってましたけれども、はい、
こちらですね、ストーリーイベント、はい、セラフ、剣闘50歳および、同期間開催中の、まあ、先ほどのスコアアタックですね、を獲得す、で、獲得することができる交換所メダルを集めて、スタイル S、お嬢様は探偵丸山かなたと交換することができます。スキルについては後ほどご紹介します。はい、ありがとうございます。いや、わかる、足に目いくよね、私の真上に足がいい足いや、この構図がね、そう、なかなか足裏見ることできないのではい、とっても欲しいなと思います。はい、必ず。ありがとうございます。はい、はい、そして、気になるピックアッププラチナガチャにはこちらの2人が登場しますというところで、こちらも動画をどうぞ。ん、心得よ、斧が戸川、裁判始めるかな。ということでですね、はい、今回のピックアッププラチナガチャにはですね、SS これですね、まあ、追ってスライドもお見せしますけど、剣の冷徹夏目祈りと、はい、とですね、SS 晴れの日のぶっちぎり黒沢真希が登場となります、はい、ぶっちぎり、はい、こちらもですね、11月30日の11時より開催となります。はい、はい、では、それぞれのスタイル画像を見ていきましょう。見ていきましょう。いや、かっこいい。やっぱ今回のね、イベントストーリーのかなり鍵を握る、ね、ね、イノリンですから、なんかやっぱイノリンの目がすごい私は特徴的だなと思ってて、こうすごいこう鋭い目をしているというか、それがこう正面からこうガッと、もう動けなくなりそうな眼光だよね、うん、いや、めちゃくちゃいい。まずさ、髪の毛の束感が、あ、確かにめちゃくちゃいいよね。そのポニーテールがさ、バツって切れてる、切られてるっていうところもあるし、あの、まあ、いつもの私のね、調子で行くんですけど、なんか、イノリンって露出がないんですよね。あんまないね、確かに。なんかもうすっごいかっちり着込んでるからこその、なんかやっぱそのちょっと覗く赤いタイツがさ、あ、そう、タイツ赤いんだよね、うん、そう。でもなんかこのね、赤いタイツがやっぱこう全身が黒いからこそ引き立つというか、うん、足がこうアクセントになっているわけですな、うん、めっちゃいい、うん、セラフもね、めっちゃエフェクトとかかっこいいし、ね、そして今回闇とザンなんだね、うん、うんうんうん、いや、めっちゃかっこいいな、今回のイラスト。いや、欲しくなっちゃうね。あーねー、もうイラストがめちゃくちゃいいのよ。いいから、うん、はい、ご紹介ありがとうございます、ね、お戻しします、お戻しします。もうずっと語っちゃうからね。そうなんですよ。はい、じゃあ続けまして黒沢を見ていきましょうか。はい、はい、いや、これも私めっちゃ好き、かっこいい、ね、てか本当に目がめっちゃ綺麗、キラキラしてるよね、キラキラしてる、うん、そしてなんかこう光の感じの色とかもまたイノリンと違ってこうピンクっぽい感じだったり、ね、ちょっと派手な感じっていうか、ね、暴走族感、うん、でもさ、目のやり場に困るよ。あ、まあ言いたいことはわかりますよ。だいぶね、やっぱり晒しというか、うん、まあ、暴走族の格好の象徴みたいな感じだけど、さらしを巻いててちょっと角度的にもだいぶ、ねえ、うん、セクシーでございます。セクシーでございます。いや、もうほんと目のやりどころにね、迷っちゃう。あ、いや、でもほんといい、いい一枚ですね。こちらも闇がついてる、そうですね、打属性というか、闇の打で、はい、はい、いや、いいね。さ、飴舐めてんのもね、やっぱりらしくていいですよね。表情が秀逸だね、ほんとに。いや、コメントでまた目のつけどころ、ほら、手袋の赤がいいっていう。いや、わかる、うん、皆さん見てますね、うん、いや、
ですね。ぶっちぎりのこれでぶっちぎりと呼びます、ね、はい、すごい当て字、当て字もね、うん、面白いですね。はい、というわけで、はい、では柿沼さんからスキルの紹介を実機でお願いできればと思います。はい、はい、お願いします。はい、はい、大丈夫です。早く見たいです。うんうん、はい、お F、 F、はい、大好き、我々大好きです、我々大好きです。では早速見ていきましょう。はい、お願いします。はい、今回ですね、専用スキルの弱嵐というのと、うん、その下のクールダウンですね、うん、を、まあ、取りまして、まあ、クールダウンは、はい、まあ、自バフですね、うんうん、自分の、はい、スキル攻撃力を大きく上げる。雪もね、持ってましたから。はい、あ、そうです、そうです、はい、はい、で、この弱嵐なんですけれども、はい、闇をまといし瞬足の、斬撃ということで、うんうん、対 HP プラス 30% なんですけれども、はい、うんうん、チャージですね、うん、チャージ中はですね、威力が上昇し、うんうん、かつ、HP プラス 50% はい、確かに前ね、あの丸山かなたちゃんで、まさにそうですね、あの、はい、DP バージョンのね、うん、あのボイドストーム、私もよく使ってたんだけど、うん、そう、それの HP バージョンだと思いましたけどね、見た時チャージ中っていうのがね、チャージ中、はい、さらに上がるっていう、 20% 上がるのはね、うんうん、違うもんね。ね、だいぶ大きいと思いますよ。うん、はい、ありがとうございます。はい。はい、そしてですね、続いてが黒沢なんですけれども、はい、もう漢字があれですけれども、あのですね。本当だ。ぶちかまし。はい、ぶちかまし。下の方がぶちかましですね。はい、上から2つ目が、うん、はい、うんうん、で。こちらですね、全体攻撃で破壊率大と。なっておりまして、はい、一番上は、まあ、これは当て字というわけでもあれなんですけど、はい、ちょっとじゃあ前川さんに読んでいただいて、波動猛襲が突邁進。はい、さすがです。おー、はい、かっこいい。ありがとうございます。いやすごい、やっぱ字面が強すぎてね、だって漢字しかないからね、技もね、はい、振り出すときに気合が入りそう、全てのスキル感じたんです。そうですよ。強そう全部。そして、はい、気になる効果の方は、はい、まあ、先ほどもちょっとお話にも出ましたけども、脆弱ですね。これですね、敵を脆弱状態にして、はい、うん、敵を攻撃します。で、破壊率が大なんですけれども、破壊率大、こちらもですね、チャージ中は威力が上昇し、かつ破壊率特大と、うん、なので、まあ、うまく組み合わせていただいて、まあ、このキャラクターの前にこう、うん、まあ、闇のバフとかかけていただきつつ、うん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 、で脆弱状態にもして、うん、で、まあ、前にチャージかかっていれば、あの破壊率も特大になって、うん、まあ、いろいろこううまくね、面白いし強いですね、うん、これは。はあ、なるほど、いろいろこう組み合わせ次第ではめちゃくちゃ幅広がりそうというか、いや、威力出せそうな予感がしますけど ね、うん、闇もね、うん、結構ねキャラクターが揃ってきてますから、うんうんうん、いろんな組み合わせでいろんなね戦法ができる感じがしますね、うん、コメントの皆さんも結構欲しいって言ってる方もね、うん、たくさんいらっしゃいますよ、うん、うん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 、はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、では一旦スキル紹介は、はい、実機としては以上でございます。はい、ありがとうございます。ではでは、はい、ではスキルの、そうですね、スライドを見ていきましょう。はい、はい、お願いします。はい、こちらですね、夏目のステータスとスキル詳細、そしてパッシブスキルとなっております。うん、はい、はい、続きまして、あ、次のスライドお願いします。はい、お願いします。はい、次は黒沢の、ステータスとスキル詳細、そしてパッシブスキルとなっております。はい、で次がですね、はい、丸山ですけれども、うん、ステータスとスキル、パッシブスキル、はい、このようになっております。スキルに関してはですね、シャドウインサイト、シャドウインサイト、はい、うん、これ SP7 で全体攻撃で DP プラス 30% と、はい、全体に使えるんです、はい、で、うん、闇属性ですね、うん、はい、はい、ありがとうございます。ではですね、はい、ここからはバトルでのご紹介を柿沼さんにお願いしたいと思います。はい、ではまさにですね、先ほどの、はい、パーティーでできればですけれども、少々お待ちください。はい、いや、はい、大丈夫です。お願いします。お願いします。今回はですね、エグゾウォッチャーの W と、うん、W、はい、やっていきます。はい、3HF編成でいいですね、うん、いいですね、我々大歓喜。あ、確かにそれは推しがね編成されてるから。そうなんですよ。
ということで見ていきましょう。はい、エグゾウォッチャー、ね、私のちょっと違う気がするな。あ、もう気にせず、はい、お願いします。じゃあ私行きますね、はい。夏目、さっきご紹介したクールダウンで、自爆をかけていきます。出るかもしれない。はい、そしてですね、松岡はですね、ヤザーバッシュというですね、攻撃施設全体の注目を集める。はい。これでやっていきます。うん、お願いします。早速クールダウンですね。行きましょう。うらぁ、ダメだ、止めないでよ。せーの、かっこいい。いいね。で、はい、そこでですね、落ち着いて、が受ける、派手派手でかっこいい。で、はい、黒沢のぶちかましを、はい、ぶちかまし気になるやつ、ぶちかましましょう。そうですよ、柿沼さんが操る黒沢さんのぶちかまし、ぶちかましつまり、柿沼さんのぶちかましです。私の勝ち筋が見えるの、はい。そうですね、クールダウンはいいですね、 SP5 でできるので、もう、うん、もう一回使って、はい、はい、使っていきましょう。いいですね、自分で上げられるのもいい、精神的に、うん、うん、うん、おっ、雨が来ましたね。おっ、そうですね、このまま食らってしまうとかれなので、丸山と変えていきましょう。はい、放つまでやる感じ。あ、そんなもんか。うわぁ、すっきりしました、はい、ではですね、続いてが、柳のエレガンスシェル。これですね、全体の DP 回復して、はい、チャージがありますね。これがね、全体チャージできるんで、私も日頃お世話になっております。はい、そしてですね、小鳥たちのシンフォニー、そうですね、全体の闇属性スキルの攻撃力を上げて攻撃します。はい、になっちゃう。そして闇のスキル上げるんですね。はい、ボイドストームです。これ今チャージね、はい、中、はい、だと威力が上昇し、かつ、DP プラス 50%。 これで DP 割りたいですね。はい、ちょっと見ていきましょう。はい、お願いします。この花をあなたに倍速してくれてる。ああ、始めました。ありがとうございます。私もチャージされました。私だけを見るあ、あ、そうしよう。小鳥ちゃん。ああ、ああ、すごい、すごい声出てます。あれをやるぞ。からの、これですよ。いいね。さあ、DP 割れて、割れましたね。しました。一気に行くぞ。いやー、かっこいい。ではですね、丸山と、はい、松岡を。はい、矢沢橋行きましょう。そこだ、そうだ、ダメだ、止めないでよ。見せてくれるじゃないか。あれ、素晴らしい、ね、低いね、体勢が、構えが低い。来たよ。で、次はですね、漆黒破断で、自信の防御を高め、はい、攻撃をしていきましょう。食らうがいい、そうだ、はい、アクション。食べて、ただ負けないで。勝利も近いね。打ちかましました。はい、では攻めていきます。はい、はい、お願いします、はい。オーバードライブ。グランディオーソ。はい、オーバードライブここで使っていく。はい、これでですね、はい、この並びでいきたいと思います。ってことはさらに。闇のそうですよ、これでもう一回ですね、小鳥たちのシンフォニーで、はい、全体の闇属性スキルを、うん、また11で使えるからいいですね。そうですね、使いやすいですね。で、黒沢はですね、この、はい、お波動猛襲、ね、たバトツ邁進ということで、チャージ中だから、はい、これそうなんですよ、チャージなので威力が上がりつつ破壊率は特大特大と、で、脆弱状態、あ、そうか、脆弱も入る、はい、あ、なのでこれ脆弱状態にして攻撃っていう順番ですね。攻撃してその破壊力、破壊率の威力が特大になる、うん、はい、すごい。で、まあその状態で最後にですね、はい、うん、この弱らしとやるとですね、まあ、チャージ中で HP プラス 50% というのがあるので、うんうん、まあさらにこの後小鳥たちのシンフォニーで闇バフがもう一回かかるっていうところで、うん、はい、まあ、チャージ、あ、クールダウン2回と
小鳥たちのシンフォニー2回と、うん、でチャージがかかっていて、うん、前の黒沢で、脆弱とがつく、はい、でもいいのにすごいねで破壊です、ね、もりもりだもりもり、うん、はい、これは強い、そうなんですよ、結構いろいろと重ねていますので、かなり大ダメージ出るんじゃないですか、はい、楽しみ、ちょっとお楽しみにやっていきましょう、うん、はい、私だけを見るといい、そして満足的な顔をして、奏で構え、うん、よし、裁判始めるかな、これ忘れました、ここめっちゃかっこいい、ボディーコートか、我が足音が来る、心得る、斧がもがる、絶対、あれ、日本時より出てる、倍ぐらい、倍ぐらい出てる、はい、最終あのダメージが47万、そうですね、はい、あの今回だいぶいきました、だいぶいきましたね、すごい、組み合わせての結果ですけど、やっぱ破壊率特大にしてたりとか、あの闇のスキルでクールダウンとかな、力を上げてたりとか、いや、そうですね、かっこよすぎる、かっこよかった、めっちゃ気持ちいいじゃないですか、あれで決まったら、ね、最後こうシュッて刀をしまう瞬間、うん、バーンみたいな、ね、気持ちいい、いやでも今までのね、こういう系でも、うん、この桁はあんまり出てないですよね、情報局でもおそらく一番ダメージ見せた中では最高スコアというか、すごかった、いやこれぜひね皆さんもこのね爽快感を味わってもらいたいですね、うん、あーすごいです、皆さんも結構コメントも強い、うん、すごいって、うん、かっこいいですね、もうみんな圧倒されてます、うん、はい、ありがとうございました、はい、ということで以上新ストーリーイベント特集でした。